どうも、マサダイです。今日はオーディションを受けたポテトチップス。カルビーポテトチップス、ごまよぽん味、ツナコーンカレー。はい、というわけで今回ポテトチップスです。まあ最近ポテトチップス多いですね。ごめんなさいね。あんまりいいネタがないのでね。ポテトチップスなんですけど、今回はですね、新フレーバーオーディションというのをやってですね。何？新フレーバーオーディション、わからない。説明しよう。新フレーバーオーディションとは、100種類の食材から3つを組み合わせて、新しいフレーバーのポテトチップスを作るオーディション。応募総数約46万件から選ばれたのは、そう、これ。この2つの他にですね、もう1つあったんですけど、まあ僕の好みで買ってきました。もう1つはね、なんか、わさびが入ってるそうです。ちょっとわさび系ね、苦手なんで、はい、今回この2つにしました。それでは早速ね、ポテトチップスいただきます。まずはごまよぽんの方。ん？なんだこの香りは。なんかポン酢っぽい香りはするね、一瞬。中はこの通りポテトチップスです。いただきます。食べた瞬間一瞬ね、ごまのマイルドがきます。その後にポン酢の、ちょっとね、しょっぱい感つうの、きますね。次、ツナコーンカレー。カレーや、カレー。はい、中この通り、普通のポテトチップス。いただきます。ツナカレーだ、ツナカレー。今二つとも食べましたが、僕的にはですね、こっち、うまいと思います。ただね、こっちのごまよぽん、今まで食べたことのない新感覚です。本当にね、最初に食べた時にね、ごまとマヨネーズのマイルドな感覚、うん。で、最後にポン酢で、みたいな顔、うん。新感覚だと思います。皆さんも、この46万件から選ばれたポテトチップス、食べてみてください。それじゃあまた会いましょう。バイバイ。